こんにちは、ゲーム動画でいこうです。カルチョビットはいよいよ5年目に入りました。まずは練習試合になるかと思いますけど、やっていきたいと思います。見たんですけど、これが相手は N1 の強豪です。どれ相手しても骨っぽいですね。ちょっとこの左下のエルドラド欧州があんまり戦った実績がないんで、やってみると面白いかと思います。というわけでやってまいりました。ラブハウスレジー場ですね。スタメンですが、黒に変わって緑をトップに置きたいと思います。なのでハネ裏にチェンジですね。上下チェンジ、円丸を藤原に変えて、福山を鎌田に変えて、ちょっと遠慮策を取ります。キーパーも広岡と、これでどうなるかですよね。はい、ちょっと相手の選手を見ていきましょう。うわーすごいな、宮田。このボール選手にボール渡したらダメですね。ちょっとね、どれも強いわ。もう、キューラもなかなかいいし、リドーも良いし、3人前ですね、マークできるのが。さてと、ですね、コーラを、今、買ってます。これね、そう、ダイエットコーラ。健康にはそんなにいいとは思えないんですけど、まあ美味しいですよ。これとゴゴティーのミルクティーが、私のドリンクのたしなみになります。で、お酒はあんまり、普段飲みません。ただ、もう外に行って、その飲み会になってくるとすごいフランコ、パイロンで消えましたね。はい。お酒はあまり飲まないんですけど、そういう外の飲み会とかに行った際、イベントの懇親会などに行った際は、時々飲みます。最近すごく日本酒が美味しいなっていうのが、思ってきて、ワインとかカクテルとか、ひたすらビールより、なんか美味しいなって思います。おっと！おわ、惜しかったー。あとはその、鶏の胸肉が入った鍋ですね。これは本当に、体が膨れます。で、私、新陳代謝がそんなにいい方じゃないんで、あまり食べちゃうと太っちゃうんですよね。ミランコが2点目。なので、ちょっと食べる喜びというのがそんなに、私、ないんですけど、まあ、最近野菜もすごく高騰してるし、野菜も、緑黄色野菜もいいんですけどね、ちょっと買うと、財布の方にあまり優しくないんで、あと、この冬、寒かったですよね。あ、3点目だ。27分で3点だ。そう。私は大阪なんですけど、最高気温4度って、5度は、去年5度は体験したことあるんですけど、今年はもっと寒かった。3度とか4度とか、っていうか、なかなか辛いですよね。そうそう、東京は27センチ雪が降ったみたいで、いやー、なかなか、最近鉄道も好きなんですけど、鉄道がすごく、経済性を重視するんか、そういう、環境にすごく脆弱になってきてるのがすごく気になりますね。さて、
口折り丸7個。こういう細かいパス回しはいいですね。あっと、ちょっと早いか。もうちょっとだったんですけどね。なんだこれ。篠山がこう上げて、高いバウンドだった。マジですか？やっと、なんとキーパーが、キーパーのゴールキックがアシストになっちゃいますね。さあ、どういう風にこれ VTR で見られるんだろうか。感じで、そうですね。ゲームはやるのかっていうんですけど、ゲームって、まあ、家庭用のゲーム機、今、使えるゲーム機がないんです。PS2 を買ったんですけど、中古で PS2 買って、まあ、ドラクエ8とか、遊んでたんですけど、すぐ、DVD を用意、ピックアップが壊れたのか、データを読み込まなくなっちゃったり、あと、AC アダプターで電源が入らなくなっちゃったりして、すぐに使えなくなってしまって、今も、家庭用のゲーム機は、何でも遊んでなくて、PC と、この、スマホ、iPhone 6S 持ってるんですけど、ひたすらこの2パターンでやってますね。ここ惜しかった。さあ、問題のシーンです。これね、ほとんどもうゴール前、相手のゴール前じゃないですか。ボールの支配率はこちら 60% あるんだ。まあ、ボールを持たれたらシュート打たれて、8本打たれて、うち6本が枠内。で、5点ですからね。あ、確実性が全然違うというか、これが N1 の凄さなんでしょうね。さて、行ってみましょう。もしかしたら女子選手がいるかもしれないんで、女子選手はいないよね。このムルクデスも男子選手だし、もう一回練習試合でしょうか。また N1 だ。筑波田ガマ、筑波田は瞑想で那覇フォルティール浜松か。筑波田ガマ行ってみますか。なんですけど、今度は広田ですね。まどかに変わってみよう。この丸が裏間、早田を浜田に変えて、今日は藤原に変えて、コーナー入れ替えて、キーパーはどうしようかな。上校で行きましょう。はい、これで先日はさっきのチームほどじゃないけど強いですね。この一級選手が強いわ。はい、マーク しました。さあ、まあさすがにさっきの試合は最後の5点目含めてひどかったですからね。もうちょっと頑張ってほしいですね。なんか服が目立ちますね。ですね、
そうですね。私、家で、家の中で仕事をしているものですから、あんまり外、おっと、先生？人線を上げて、カルベですね。カルベや、おー、やりました。いい感じです。はい、家で、仕事をしております。すごいな、伊勢崎。なので、外に出る機会というのがあんまりないんですけど、まあ、買い物を行って、家にこもって、仕事をしての繰り返しですね。で、たまに、週末になったら、京都行って、イベントとか、そういう、集まり参加したり。旅行は、ま、だいたい、年2回。正月もですね、広島に行ってまいりました。広島はですね、ジャムジャムライナーっていう高速バスが、夜行なんですけど、3500円で、大阪の茶屋町からですね、広島まで、バスがあります。おっと？ああ、びっくりした。観客がいないのか。リードしてる。勝てるのか？これ。そんなに甘くはないし、練習試合なんでそう気にするまでもないんですけど、その筑波がそんなに強くないのかもしれない。ファールです。おっと、赤？赤じゃない。イエローですね、鬼丸が。おっと、これは、なんと、ペナルティーキック。おっと、キーパー防ぎました。熱いね。熱い展開。さあ、しかしまだピンチは続きます。さあ、最後の踏ん張りどころ？試合終了かな？勝ちましたね。なんとは、N1 に勝ちましたよ。よくやってくれました。もうイエローって引き継ぐんですかね。まあ、大勝の代わりに勝利をつかんだっていう感じですか。さあ、奄美は？続きます。ああ、なんか、ペナルティーキックがカットされてる。シュート自体は相手の方が多いんですけど、まあ、押しに切って、完璧に勝つことができました。おっと、動画来てます。ちょっとこのクッキングフィーバーもやってみると面白いかもしれないですね。とりあえず課題が追加されましたので、課題を。で、また、練習試合をまたやれるんだ。まだ4週ありますからね、練習試合やって、力をつけるっていうのはいいかと思います。おっと、あさみっていう女子選手がいる。ただですね、これ6000万ですからね。まあ、体力は S なのか、マーレーは6500万と、女性種ちょっと高いのかな、相場として。おっと、50万って2本、これはもう、早っ早ーこれ女子選手、ゲットしましたよ。2本が新たに、我がチームに。変わりました。変わらないですね。ちょっと6000万はね、高いよな、正直。まあ、美穂、一人加えられたんで、よしとしましょう。
あの、こちら25人まででしますから、まだ、余裕もありますし、と残高が 12,450万で、その中に 6,000 万通じるのは、あの、シェア、途中の、あの、獲得もあるんで、まだ慎重にした方がいいかと思います。で、2本50万にしては、あの、スペックもそんなに悪くないんで、今後、あの、鍛えていくと、おっと、あなたは特訓かな？チェイシング。なんだろう。特訓しましょう。この与えたり確保したミホっていう選手を。ミポリンですね。ミポリンってなんか、中山ミホという、呼び方は同じ。ちょっと漢字が違うんですけど、吉本新喜劇の、今もいるのかな？の、芸人さんを思い出しますね。あの、知ったものは、あの、体力とか、そういうのを上げる方がいいんじゃないかって思ってるんで。女性誌を中心に上げていきたいと思います。学費が今350万か。ムードメーカーもいいですね。窓か。7個9000歳、ゲームメーカー行きましょう。で、エスカイターのクリーですけど、ファストパスか。ロケットシュート行きましょう。おっと、また動画だ。さーっと、こうか。効果も行きましょう。オーバーラップかな。いいよ。じゃあボンバーヘッド。緑。グラウンドシュート。これで女子選手の特殊しない女子選手は、もういないのか。はい、OK です。というわけでですね。今日、この動画ではここまでになります。はい、引き続き、あの、5年目に向けて、カルチョビットはやっていきたいと思います。またですね、プレイリストとか、ツイッター、ブログ、見てください。チャンネル登録されてない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また、あの、最後に流れます、関連動画、プレイリスト、こちらの方にもアクセスしていただければ嬉しいです。はい、5年目、いよいよ M2 リーグ。なんとか残留できればいいですね。はい。では、あの、ゲーム動画でいこうでした。また、よろしくお願いします。バイバーイ。